よ、協力する。ありがとう、助かるよ。サプライズパーティーだなんて面白そうだし、それにみんなに内緒で準備とか考えただけでドキドキしちゃう。うん、私もほのかちゃんから話を聞いた時同じこと思ったよ。だけど私を頼ってくれるなんて嬉しいな。いつも頼りにしてるよ。もう何度助けられたかわからないもん。スクールアイドル部を作りたいって言い出した時も、最初に部に入ってくれたのようちゃんじゃない。だから誰かにお願いしなきゃって思った時、ようちゃん以外考えられなかったよ。昔から助けてもらってばかりでごめんね。謝らなくていいよ。私がチカちゃんと一緒に何かをしたいだけなんだから。それでもやっぱり感謝してるから、ありがとう。なんだか照れくさい。それで私は何をすればいいの？さっきほのかちゃんから連絡があって、私とようちゃんは料理担当だって。料理か。みんなに喜んでもらえるように腕によりをかけなきゃ。大丈夫だよ、ようちゃんの作るご飯美味しいもん。きっとみんなほっぺた落ちちゃうよ。だといいけど、ちかちゃんは何を作るか決まってるの？さっき話を聞いたばかりだから何も。だけどナマズの良さをみんなに知ってもらえる料理がいいかなって。ナマズの良さ、特産といえば干物、アジ寿司、アシタカ牛、それにお茶、チカちゃんの好きなみかんもね。ちょっと今から試しに作ってみようかな。どうせならあっと言わせられるものを作りたいし、協力してくれる？もちろん。それじゃあ材料買いに行こうか。